話の贈り物ギターはしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日に配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。ということで今回のテーマはポルカを弾いてみた。ポルカという舞曲をお楽しみいただきたいと思います。それでは早速一曲お届けします。ヨハン・シュトラウス作曲トリッチトラッチポルカ、どうぞ。ヨハン・シュトラウス作曲、
トリッチトラッチポルカでした。曲名も楽しい感じがしますけど、うん、これはどういう意味なんですか？なんか賑やかしい曲でしょ？トリッチトラッチなんで、井戸端会議のおしゃべりというようなことを表してるんですね。あの、ペチャクチャ、ペチャクチャっていうのがトリッチトラッチって聞こえたのかもしれませんけどね。なるほど。うん、このシトラスという人はね、実はワルツで有名でね、以前ね、この番組でもトリオで聴いていただきました。ね、美しく、青木ドナウ。とかウィーンの森の物語とかね、皆さんきっと聞いたことあると思いますが、ニューイヤーコンサートというね、1月の1日元旦にウィーンで学友協会で行われるコンサートっていうのが世界中で有名でね、この日本からもそれのわざわざツアーを作って、そのチケットがプラチナチケットでね、手に入れるのが大変っていうような、まあそれで必ず聞かれるのがこういった今の曲とかね、からポルカがたくさんやっぱり弾かれたりします。なんかお茶目な人だったんですかね。曲名のタイトルがいろいろね、今のトリッチトラッチだって妙なね、名前ですよね。有名なのはね、きっとピッチカートポルカっていうのは皆さん聞いたことあると思います。バイオリンとかこういう人が弾く弓を置いてね、指先でこう、ペン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 ってこう、弾くだけで弾く。なんかギターみたいですよね。そうですね。で、ね、この曲はきっと皆さん聞くとね、ああ、なんてね、思うと思います。名前が面白いのはね、爆発ポルカとかね、シャンパンポルカとかね、ポルカ浮気心。なんか、訳した日本人が上手なのかどうか知りませんけどね。でも、楽しそうな曲ばっかりですよね。うん。それはすべてシュトラウスが書いたものなんですか？そうなんです。中には、雷鳴と稲妻なんていうね、タイトルつけてあるのは、ゴロ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 っていうね、あの、雷の音を、まあ、太鼓ですけどね、ダラダラダラなんてやったりして、音楽なんだかお芝居なんだかね、ちょっと面白そうです。ポルカのイメージと違う感じはしますよね。そうだね。なんかこう。おどろおどろしいというか。そう。楽しく踊ろうというよりもね、なんだかね、脅かしてやろうみたいな感じになりますね。あとそう、皆さん有名なのはね、ラデツキー行進曲といってね、そのウィーンのニューイヤーコンサートの最後は必ずこの曲をやりますっていうんで、で、指揮者がね、お客さんの方向いてこう拍手に対して指揮をするというのがもう定番になっていますね。これ鳴り出すと日本でもみんな手を叩くようになりましたね。運動会の曲ですよね。あ、そうですか。はい。なんか、はい。運動会の最初の方にやる行進の時に流れたりとか。そうだよね。だって行進曲だもんね。うんうん、そうですね、まさに。うん。馴染みがすごくありますね。特に日本で有名なのかもしれないですね。とても楽しい。はい。はい。うん、うん。はい。ではね、そのポルカは別にシトラウスだけが作ったわけじゃない。ポルカつながりということで、スペインのタレガという人がね、作ったポルカをちょっと聞いていただきましょう。タレガ作曲、ペピータ。どうぞ。Thank you.
タレが作曲、ペピータでした。ね、可愛らしい曲で、ペピータっていうのはね、女の子の愛称に使われる名前ですね。あとね、ロシータというね、ポルカもあります。ね、皆さんぜひポルカ楽しんでください。それでは今週もお別れの時間となりました。皆様ぜひチャンネル登録お願いします。検索ワードは、ギターはおしゃべりでぜひご覧ください。ツイッター、フェイスブックもチェックしてください。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。